俺は引くよ。引き下がれるかよ、あんなんだよ。せっかくの一日限りひなみ誕生日なのにさ、あんなとこで引き下がってられねえよな。ということで、90個、淡々と単発引いていきたいと思います。もうね、今から単発で引き始めて動画撮り終わってもう一回コンビニに走る時間はないよ。もうここで引く。今ここで終わらす。この戦いに決着を。いやマジで本当に出てくれないと困るんだが。出てくれるよな。グルカルの頃からずっとひなみだけをじゃねえけどさ。ごめん、またこれだわ。グルカルのさ頃からさずっとさひなみを使い続けて、まあ、途中からなんか断罪有馬とかいうわけわかんないキャラに浮気したり、週末有馬とかわけわかんないキャラに浮気したりしたこともあったかもしれないけど、結局一番俺が使ってきたキャラ期間長かったのさ本ひなじゃん。出てくれてもいいんじゃないですか。俺の相棒よ。今作でも相棒になってくれよ。頼むからさ。ダメかいダメかい君。出とこうぜ。演出すらないのはちょっと悲しいんだが、フル覚醒とまでは欲張らないからさ、せめて俺のうわっぐるぐる余計な真似はさせる。なんやねんその顔。俺はおっさんの顔を見に来たんじゃねえぞ。言っとくが俺はそんなむさ苦しいおっさんの顔をさ見に来たんじゃねえから、さっさと可愛いひなみちゃんの顔面を拝まさせてくれよ。はい、次。うおえ、これ捜査官か。これ捜査官か。いや、ゴールだ。よし。お前は半殺しにされときはお前、ひなみ大好きだからってさ、お前出てこなくていいから、突っ込んだろお前。ひなみ大好きだからってお前出てこなくていいから、ロリコンが。さあ、あと、何回だ ?11 回か。もうこのうちに来てくれるだろう。なんか SSR のさ、今なんかいいテンポで来てくれてるから。SR。月山修。あ、かっこいいな、これ。これ、カグネのデザインかっこいいな。今度使ったろ。さあ、行くぜ。頼むぜ、ひなみよ。いい感じに SSR はポンポン出てくれてるから、このまま一気に君まで持っていきたい。さあ、来い！今回 SR の演出が少ないですね。前回と比べると。頼むぜ。来い！今部屋が泣いたわ。この夜のさ、11時半回ってる時にさ、こんな来いとか、ひなみとかって叫んでる。隣の部屋の人、どういう気持ちで聞いてんだろうな。いつか壁ドン来そうで怖い。隣もうるさいからね、言っとくけど。こんなことを動画で言っても仕方ないんだけど。俺もうるさいけど、隣もうるさい。いやこれ聞こえてんじゃないかな。すげえ静かなんだけど。あー SR か。厳しいな。単発今日やめようかな。さああと5回ですよ。来るよな。当たり前だよな。これ SR だよね。輝きが足りないんだが。SSR2 枚出たからって調子乗ってんね。早く来い。おい、来てくれるよな。 SR 渋いね。ひなみちゃん、お願いしますよ。むさ苦しいおっさんとロリコンあやとくんだけじゃ満足できないよ。この誕生日、あさって俺の誕生日でさ、ちょっと早い誕生日プレゼントをくれてもいいんじゃないの。男だけで祝う君の誕生日はさすがに暑苦しくて嫌なんだけど。カグネのデザインいいな。キラキラしてるな。ラスト。ラストなんですが、非常に悲しい。頼むぜ。ラスト。SSR2 回来ておっさんとロリコンっていうの